こんにちは、サトチンです。ワンボックスカイフー動画後半戦10パックを開けていきます。前半戦はスーパーレア1枚、ウルトラレア1枚出ました。後半はどんな出方するのか、飛ばして開封していきましょう。ブラックドラゴン、アウラブレイ、ドラゴンプラントからのこれがレアカード、ネプチューン。前回出てないよね。ベルセルク。レアカードのネプチューンゲット。はい、2パック目。スーパーレアとかウルトラレア、もっと出てほしいですね。ほい。アースドラゴン。サファリット、かわいい。ヴァンパイアロードからの。お、嫌い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 。メテオボール系のドラゴン。おぉ、のスーパーレア。こちらがスターターデッキの方。メテオボール系のドラゴン。こっちがパック版ですね。メテオボール系のドラゴン。能力は全く一緒ですね。デザインだけが違います。おぉ、どっちもいいね。正面とちょっと横向きのやつ。さあ、スーパーレアが出たということで、もう一枚。もう一枚スーパーレアかウルトラレア。お願いします。スイン。ティラノス。ドラゴンライト。進化してるね。お、トパリット初。かわいい。からの、レアカード。の、エルドラド。メテオボル系のドラゴンかっこいいね。やっぱり、スーパーレア以上がかっこいい。ボル系のドラゴン。ここから進化できますね。メテオに。からのレアカード。あ、ドロップ変化。水からの、レアカードの木の歴竜。歴竜でレアカード出しちゃう。歴竜か。ホワイトコドラ。もっといいの。でもね、最初のパックだから、しょうがないのかな。ブースターパック。初めてだもんね。あ、エンジェル。エンジェル。アメリット。あ、これも初ですね。かわいい。やっぱ、紫いいですね、紫。からの、お、ゼウス。金の卵から進化。ゼウス。レアカード。こう進化していくわけですね。いや、それにしてもウルトラレア、かっこいいですね。はい、次。オーロラドラゴン。ドロップ変化。ヒッ。アルラウネからの、蓬莱か。なるほどね。なるほどね。パズドラやってると、あれですね。プレシオス。威嚇。フェアリオン。からの、お、嫌い。スーパーレア。スーパーレアのカオスドラゴンナイト。おお、めっちゃかっこいい。おお、二進化だね。最後は、ヴィーナス。アツコヴィーナス。はい、残り3パック。残り3パックを開けます。ティラノス、トパレイト、ピエドラン、カラノ、レアカード。ほうほうほう、エリュシオね。これシリーズ出てくるのね。そうなのね。お、サキュバス。かわいい。あれ、サキュバス初だよね。リリース持ってたけど、サキュバス初。おお、かわいい。かわいいカードがラインナップされてますね。さすが女の子キャラ。グリーンドラゴン、アメリット、ダークドラゴンナイト、一進化ですね。からの、レアカード。おー、なるほど。アードヘッグ。これか。これがレアカードか。火の歴竜ですね。お、初。大回復の光。なんかこれ使えそうだね。あなたは捨て札置き場からカードを1枚選び手札に加える。おー、これ使えそうな気がします。まだね、わからないですけど。最後のパック。もうやっぱりウルトラレア。ワンボックスに1枚だったのかな。スーパーレア2枚出たもんね。ホーリードラゴン。ドロップ変化。キッ。クフリ。バランスタイプですね。からの、お、スーパーレア。ジークフリートシステム。発動。ジークフリート。おー、かっこいい。おー、ゲームよりかっこよくなってる映画。おお、めっちゃかっちょいい。そして最後は、ワルキューレ。はい、ワンボックス20パック開けて、ウルトラレアが1枚。スーパーレアが2、4、4枚ですね。左側にウルトラレア1枚、スーパーレア1枚。右側にスーパーレア3枚です。なるほどね。ウルトラレアがね、2枚欲しかった。でもワンボックスで1枚入ってるのかな ?1 枚しか入っていませんでした。2枚ね、入れといて欲しかったですね。でも20パックだから、しょうがないのかな。うん。まあ、最初のパックなので、次もですね、期待しましょう。
ウルトラレアはすごいかっこいいですね。ウルトラレアに全てを、なんか力を入れた感じがあります。加工がすごいですね。はい、いかがだったでしょうか。パズル&ドラゴンズブースターパックワンボックス開封動画でした。第1弾なので第2弾も買ってみようかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また見てね。バイバイ。ゲーム実況もよろしくね。